ございます。ただいま、7月で、JGC 修行ということでまた再び伊丹空港にやってきています。今回はフライトなんですけど、厳密に言えばプライベートなんでございますけども、今回は、福岡にちょっと行ってまいります。それで、今日はこの1本だけのフライトになるんですけども、福岡に行くということで、ちょっと本腰を入れて、はい、というわけでちょっとそこら辺についてまたおいおい話していこうと思います。とりあえずはまずは福岡に今から行っていきたいと思います。もちろん JAL でございますので今 JAL のカウンターに向かっております。それでは福岡なんですけども、伊丹空港から1日3便JAL が飛んでおりまして、1日3便ですね。それで関西在住の人から言うと、多分あんまり飛行機で行こうってする人はいないとは思うんですよ。正直僕も多分全然 JGC 修行とか関係なく、無意識に別に飛行機とか意識しなければ、普通に新幹線であとバスかな、安く節約しようと思ったらで行こうと思ってるんですけども、一応飛行機っていうのも JAL は1日3便飛ばしております。今日のフライトは満席なので何かしらみんな用事があって、乗り継ぎとかもあるんでしょうね。そういったのでも結構人気のある路線であるんですけども、今回は7400円で取りました。ちょっとチェックインカウンターについて、いつものように搭乗券発行してもらって、ここからもう早速なんですけど1時間前ぐらいなんでゲートの前に向かいたいと思います。おー、涼しい。今日はちなみに日曜日でございます。人もそんなに多くはないです。今回私が乗るフライトなんですけど、9時55分の福岡行きで、 JAL の2053便ってやつですね。今のと空席状況は三角ということなんですけど、朝見たら満席だったんで、1席とか2席とかそれぐらいしか残ってないと思います。今日のカウンターはそんなに混んでないですね。搭乗券もらうことはできました。ただ今回は夏休みシーズンなのか、でも夏休みってまだもうちょい先だと思うんですけども、こんな感じで一般のところは預け荷物とかもう溢れ返ってますね。完全にキャパシティオーバーみたいな感じなんですけども、 JAL グローバルクラブ JGC の修行を達成できればあそこのレーンはスカスカなんで、こういった時に恩恵が受けれるといった感じになりますね。今回ちょっと時間があるので、初めてラウンジを大阪にカードラウンジですね、行ってみたいと思います。それではラウンジの中入ってきました。カードラウンジなんですけども、こんな感じでクロワッサンのサービスがあったり、あとソフトドリンクとかあって、窓がないんで密閉感はすごいあるんですけども、なかなか悪くはない感じですね。これで入れるわけですから、ゴールドカードとか、私の場合はプラチナカード持っているので、それ1枚で妻と一緒に入らせていただいております。はい、ではここで休憩して、またもうちょっとしたらゲートの前に向かいたいと思うんですけども、ちょっと場所が悪くて、 ANA とか JAL とかだと保安検査場の後にラウンジあるんですけど、ここはその前にありますので、しかもちょうど北と南のターミナルの間にあるんで、早めに動かないとギリギリだと利用できないようなところでございます。はい、ラウンジでゆっくりしたので今から保安検査場を通ろうかと思います。今回乗るやつなんてエンブラエル170なんでございますけども、伊丹から福岡これ190も確か飛んでおりまして、それだとクラス J がありまして、あんな感じで大阪伊丹発からとあの路線だとクラス J に乗れるそうで、松山とかもありますね。福岡よりも短いですけども、クラス J プラス1000円でちょっとゆったりしたところに座れるという座席が用意されているようであります。どうせ使うなら函館とか使いたいところですね。荷物検査終わってもう前で待ってます。まだちょっと早く来すぎたな。意外と日曜の朝の伊丹空港はそんなに混んでないですね。今はだいたい30分前ぐらいですか、お客さんがちらほらいるみたいな感じでございます。ちょうど今アナウンスしてるよ。はい、これです今回乗るやつ。乗りいただく飛行機の到着が遅れておりますので、皆様のご案内遅刻が遅れる見込みでございます。なるほど、ご利用の皆様にはご迷惑をおかけしていただけ申し訳ございません。確かに今ね飛行機来てないんですよね。30分前なんですけども、乗りいただく飛行機の到伊丹空港への到着時刻は9時30分頃を予定しております。飛行機が到着次第お客様の降機後、今こんな感じなんで皆様のご案内時刻が決定次第こちらのアナウンスにてお知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。あと7分で来るということなんで、そんなにも遅れないんじゃないかなみたいな楽観的なんですけど、今日はちょっと用事が現地着いてからあるんで、
できればちょっと遅れてほしくないんですけど、まあね、こんな時もありますよ。それではやっと飛行機が到着したようで、まあ大体本当に9時30分ぐらいに来ましたね。伊丹空港もすごい快晴ですけども、ここまで快晴にならなくてもいいんじゃないかみたいなぐらいの暑さでございます。今から機内の中に入りたいと思います。やはり JA 案ですね。エンブラエル170となります。言いづらいというわけで、これから福岡に向かいたいと思います。まあなんか見た感じだと、こう客室乗務員の方も JAL のスタッフの方ですね、もう何名か乗られているようでした。結構外資系の航空会社だとね、もうそのまま働いてるね、あの制服そのまま乗るんですけども、 JAL の方はこうなんかちょっとこう隠しているような感じなんですけども、まあでも見ればこれスタッフなんだなみたいな感じで分かります。まあ行ってくるんですけど、そういえば JAL ね、あのスカイトラックス強化してくれるあれですよね、機関、まあ、会社があるんですけど、それで5つ星をね、まあ、今回もらえたということで、今まで ANA はねもらえてたんですけど、まあ、今回 JAL ももらえたということで、まあ普通に考えればね、いろんな、まあ今まで外資系の航空会社乗ってきましたけども、日系はやっぱりね、まあ日本人だからっていうのも除いたとしてもね、やっぱりサービスはいいと思います。そういった意味では、まあ、JAL もね、まあ、当然なのかなっていうふうに思うんですけど、まあおめでとうございますということで、今回がその発表されてから、まあ5つ星になってからね、一発目は、まあ、JA 案なんですけどもね、それで10分遅れぐらいでね向かっております。ちょうど今横を行っているのがね、おそらく神戸空港ですよね。神戸空港もね、JAL 飛んでないんで飛ばしてほしいですけどね、はい、というわけで、まあ、こんな感じで福岡に向かっております。まあ、飛べばめちゃめちゃ早く移動はできるんですけど、まあ、飛ぶまでに、ね、前後がやっぱり時間かかるの飛行機ですね。あれが淡路島と明石海峡大橋でございます。先ほどちょっと関西空港もね、今日は淡路島ね、ちょうど上の方に雲があって、なんかすごい神秘的な雰囲気となっておりますね。アイスコーヒー、朝の眠たい。順調に福岡空港へ向けて飛行しております。ただいまのところ福岡空港へは定刻の午前11時10分前後の到着を予定しております。この先10時45分過ぎになりますと、着陸のためシートベルト再点灯する予定です。お化粧室とご利用のお客様、どうぞ早めにお済ませいただきますようご協力お願い申し上げます。またこの先薄い雲の影響を受けまして、ところどころ軽い揺れが予想されております。現在シートベルトさん消灯しておりますが、急な揺れに備えまして、お座席では常にシートベルトをお締めください。到着前にどうぞごゆっくりとお座りください。ご搭乗ありがとうございます。今回はパイロットの方からアナウンサーに結構あったり なかったり、別に毎回こうするルールはないみたいですね。 あとねパイロットの方から直接ある場合と、こう客室乗務員経由でね、パイロットはこんな風に言ってましたみたいなパターンもありますね。できればね、まあ、乗ってる人から
ちょうど今ここら辺は広島あたりですね。ここら辺は本当に離島がいっぱいあるんで、もう どれがどの島か全然わかんないんですけどもね、こんな感じであります。今回はこちらの左側の席を取った正解ですね。淡路島も神戸空港もこうやって瀬戸内海の島も見ることができたんで、まもなく到着ということです。まあ1時間ちょっとぐらいのフライトなんで、あっという間ですね。お開けになる際には手荷物が滑り出ることがございますので十分ご注意ください。ただいまから全ての電子機器をご利用いただけます。なお他のお客様のご迷惑になりますので携帯電話の通話はお控えください。座席の上の電床は低くなっておりますので座席をお立ちになる際にはお気をつけください。また、降りになる際には、携帯電話などの忘れ物をなさいませんよう、シートポケットをお確かめください。本日は皆様をターミナルまで、バスにてご案内いたします。降りになる際には、階段がございます。手すりを持ってゆっくりと降りください。また、足元にお気をつけください。今日もワンワールドアライアンスメンバー、日本航空をご利用くださいまして、誠にありがとうございました。はい。総括についてはちょっとホテルで今夜ねちょっと話したいと思います。とりあえずはついてよかったです。はい、じゃあ用事済ませます。ホテルに着きました。まあ昼用事済ませてね、先ほどまあ食事食べて夜にチェックインしたわけですが、今回はねロイヤルパークホテル、皆さんご存知ですかね。まあこちらの三菱地所グループが運営しているホテルグループでございまして、まあちょっとね、今、実は親もこのホテルに泊まってるわけで、親がまあここ泊まるっていうんで僕も今回泊まったわけで、まあ本当はね、私自身、例えば ANA クラウンプラザホテルとかね、泊まりたいなみたいな、SFC とか、あと上級会の資格持ってるんで思ってたんですけど、まあ親と一緒に泊まるということで、思った以上に正直良かったです。日本のビジネスこうホテルっていうのはちょっと僕、舐めてると言いますか、ちょっとね、どうせ狭いんでしょみたいな感じを持ってたんです。ここはね、かなり他のこう外資系のホテルを意識したような、なんか作りでありまして、なんか例えばね、
あのこんな風にミネラルウォーターもちゃんと置いてくれたり、結構日本のホテルグループでも置いてくれてるとこってそんなにないんじゃないですか。そうそうそう。それでまあちょっと値段はね、確か1万5000円6000円ぐらいしてね、まあ、決して素泊まりであの安くはないんですけども、まあでもね、あのホテルの空間っていうのをとても広々としています。まあ妻と今回2人で泊まるんですけどもね、ベッドもまあ2つこんな感じでありますし、ホテルのアメニティとかも充実していてなかなかいいんじゃないかなみたいな。あとね、チェックアウトもね、普通は11時で、まあ日本のホテルってあの前回もちょっと文句言ったと思うんですけども、早いホテルのチェックアウトが10時とか当たり前なんですけども、ここは11時が基本となってて、なんかこうアプリの会員だとね、こうを見せると12時までチェックアウトをこう伸ばしてくれたりとか、12時まで伸ばせればかなりでかいですよね。まあというわけでね、今回まあこちらで滞在というわけで結構満足してるんで、ここね、まあ博多に限らずこういろいろ日本全国にあるんで、ぜひともまあ SPG とか、あとはなんかいろいろね、まあホテルグループってあってね、上級会員だと2時4時チェックアウトとかね、結構えぐいことしてくれるんで、まあそこら辺がね非常にこう人気な一つだと思うんですけども、ここも非常に良さそうなんで、まあただこう上級会員制度とかはあんまりなくて、やっぱりね、まあできればね、こう日本のホテルグループにもなんかできればなんかこう作ってほしいなみたいな感じでね、こう例えばラウンジアクセスできたりとか、あとはこうアップグレードとかレートチェックアウト2時4時とかね、まあちょっと難しいかな。ANA クラウンプラザ、まあクラウンプラザも外資系のホテルだと思うんですけど、そこがまあ日本だとね、結構こう全国にあって、まあそれだとレイトチェックアウト確か2時とかまでやってくれるんで、日本のグループがかかっている中では一番ね、上級会員にこうサービスしているところなのかな、みたいな感じで思っております。まあそれちょっとね、話がそれましたけども、私今日ね、まあ伊丹空港からここの福岡に来ただけですけども、今日ね、何日だ？今日とてもね、すごい、大事件と言いますか、福岡でちょっとトラブルがあった日でございまして、7月の22日なんですよね。まあ、この動画がいつ上がってるか正直ちょっと予想もできないんですけども、この日ね、まあすごい暑かったんですけども、なんと夕方にね、めちゃめちゃ雨が降りました。まあ、それでめっちゃね、本当に降って、雷が鳴って、僕もその時電車の中にいたんですけど、電車止まってみたらすごい大変なことが起きまして、それでまあ空港もね、なんかこう、滑走路の亀裂が雷で入ったみたいな。一時期福岡空港はね、飛べないみたいなね、感じになってた。今はもう大丈夫なんですけどもね、非常にちょっとね、ほっとしております。というのも、明日、私ね、福岡からちょっとね、JGC 修行まだ10回とかそれぐらいしかなくて、もうあと半月切ってるんでね、あと40回ぐらいね、飛ばないといけない。マジやばいみたいな感じで、ちょっとね、明日は気合い入れます。それで私ね、あの SFC こう上級会になった時に、あの皆さんに言ったと思うんですけども、修行ね、どうせあのやるのであれば、単純に飛ぶんじゃなくてね、沖縄とか無駄にね、行ったりして、単純にこう帰ってきたりするんじゃなくて、楽しみながら修行しましょうっていう風にね、あのちょっとかっこよく言ったと思うんですけども、思ったのは本当にね、まあ個人的な思いなんですけども、沖縄をね、1日2回とか行ったりするのはね、ちょっとそれはね、あんまり正直僕的にはお勧めできないですね。やっぱりもうね、移動がだけが目的になっちゃうんでね、どうせ飛行機乗ってどっか行くのであれば、自分のね、行ったことないとことかね、多少高くてもね、行ったりした方がいいと思います。それね、間違い。あのね、楽しみながらね、やってたらね、絶対ね、修行って終わらないです。あとね、値段もね、めちゃめちゃ結構コストとかもかかります。なんで、私はちょっと今、考えがちょっと変わってて、今もうね、なんならこう、修行は割り切ってもう修行をして、できるだけコストも抑えるような感じで計画を立てて、それでね、上級会になった後に好きなところね、こう、マイルとか、まあ別にお金払ってもいいんですけども、行ったらいいんじゃないかみたいな感じで今はね、ちょっと思っております。それで、明日なんですけども、まあ福岡で多分、あの JGC 回数修行でね、ピンと来る人もいるとは思うんですけども、宮崎県にね、明日飛びまくります。それでね、明日ね、8フライト予定しておりまして、福岡から宮崎まで1日で4往復します。だいたいこのね、路線はね、あのフライト時間が30分ぐらいかな。それで航空券も一番安いやつで5000円とかあるんで、まあだから4往復だとだいたい4万円とかでできちゃうというわけでございます。それを1日で8回飛べるというわけですから、これを5日間極端な話続ければもう1週間も経たないうちに JGC の上級会員にもね、誰にでも慣れてしまうようなすごい路線でございます。多分 JAL で一番安くてこうたくさん飛んでて、今までのこう修行僧回数修行している人が多くね辿った道で、まあ、非常にね恥ずかしいと言われる路線でございます。客室乗務員の方も往復でとかで、ね、乗ってたりやっぱりするんで、こいつ修行僧だなみたいな
感じで、ね、悟られるとは思うんですけども、まあそこら辺もね、ちょっとどんな感じなのかっていうのを皆さんにお伝えしようかなっていうふうに思っております。なので皆さん、あのぜひとも、あの福岡の宮崎の回数修行ね、往復しまくりまくんで、それももちろんね、動画撮ろうと思ってますので、ぜひともね、あの楽しみにしていただければと思います。まあ、この動画面白かった、役に立ったって人はぜひとも高評価、チャンネル登録お願いします。またツイッター、インスタグラム、ブログやってますので、フォローとチェックしていただければ非常に嬉しいです。まあ、こんな感じでね、あの福岡のザ・ロイヤルパークホテルからお届けしました。もう今日はね、あのお風呂も入ったんで、ゆっくり寝て、明日7時ぐらいからのフライト一発目からね、あの宮崎県に行ってきますので、ではおやすみなさい。あ、明日ね、だからね、ちょっと言い忘れてたんですけど、その福岡空港ね、明日飛べないのかなみたいな感じで思ってたんですけども、台風もね、この時期来る確率も少なからずあったんですけども、それもなさそうで、滑走路のひび入って明日やべえなというふうに思ってたんですけども、まあそれもね、もうフライトなんかこう戻ってるみたいな感じで情報入ってきてますので、大丈夫なのかなみたいな思いつつ、うん、欠航にならないことだけ祈って早く寝ます。